はい、こんにちは、タラです。今回はタロットカードのご紹介です。今回このジルのタロットの中身を一緒に見てみたいと思います。それとですね、また別の機会にこちらのアンセストラルパスタロットっていうのも一緒に紹介したいと思います。中身ですね、カードってどんな絵柄なのっていうのが一番興味あるところじゃないですか。なのでそれをちょっと紹介していこうと思います。非常にベーシックなのはこの、ユニバーサルウェイトタロット、ウェイト版のタロットなんですが、慣れてくるとこうやって好きなカードを自分なりに選択して見てもらったらいいんですね。そうするとね、分かってくると思うんですけども、すごくね、カード一つ一つのデッキ、集まりのことをデッキって言うんですけど、デッキによってやっぱりちょっとなんかこうエネルギーが違うっていうかね、なんか伝えてくる伝え方が違うみたいなのが分かってくるんですね。で、私の中ではすごくベーシックな、もうシンプルにベーシックに占う時は未だにずっとこのユニバーサルウェイトタロット使ってますし、あとはですね、なんか本当にこう古いなんかこう先祖からの英知みたいなのはまさしくこのカード、これなんか本当古い昔から言い伝えられているそのなんかこう英知を教えてくれるような感覚のメッセージをくれるんですね。でそれに比べてこのジルタロットっていうのは非常に宇宙的なので、1枚ずつちょっと紹介していきましょう。もう別にカード興味ないよってしたらね、スルーしてください。はい、じゃあ行ってみましょう。はい、それでは、このジルのカードも一緒に説明してみたいと思います。なんかやっぱりこうカードをね、見るのってどんな絵が描いてるのかなって見るのが一番楽しいじゃないですか。なのでそれを皆さんと一緒に見ていこうかなと思います。今まさに買ったとこなのでちょっとお待ちください。はい、では見てみましょうか。一番開けた瞬間ってすごい、おーすごいですね。こんな風にこう、ゼロから始まりますね。ちょっと一緒に見てみましょうか。ユニバーサルウェイトタロットと比較する方がね、イメージしやすいだろうなと思うので、一緒に見てみましょう。はい、ここでフールですね。似てますね、構図がね。これはマジシャン、マジシャン。なんかこのジルのタロットってやっぱ目が特徴ですよね。これは、女教皇ですね。こう本当に目がね、こうちょっと宇宙人っぽいっていうか、3番、すごい豊かな感じ。4番皇帝。まあ結構普通にユニバーサルウェイトタロットと忠実に似てますよね、色使いとかね。なので結構これはね、イメージしやすいかもしれない。5番、ちょっと赤い服は着てないですけどね。6番、似てますね。7番、戦車。8番、ストレングス。9番忍者。10番運命の輪。やっぱ目が特徴ですよね、非常に。そして11番、ジャスティス。12番、吊るし人。カラフルなパンツを履いてますね。13番、デス。14番、節制。15番、デビル。デビルって感じがする。16番、タワー。17番、スター。このスターすごい好き。何年か前にこのジルのタロットを手にした時もこれがすごく印象的でしたね。そして18番、お月さん。お月さんがなんか泣いてるように見えますね。
そして19番太陽。そして20番ジャッジメント。すごいよね、こう復活してるんですけど、なんか生まれてるみたいな。そして、21番ワールド。このね、私個人的な意見ですけども、このジルのあのタロットって非常にこの本当に目が特徴で、特にこのワールドのカードっていうのはなんか宇宙人っぽいじゃないですか、ここに描かれてるのがね。なので本当にこのデッキ自体がね、宇宙人っぽいなっていつもすごく思うんです。あの使ってて感じるっていうんですか、あの前に説明したこのね、こっちだともっとなんか本当に先祖からのなんかつながりを感じるみたいな、こう自分の例えばおじいちゃんとかおばあちゃんとか先祖から英知をもらってるって感じがするんですけど、これはちょっと宇宙的なのでね、ちょっとこの波動を合わすまでに時間がかかるなっていつも思うんです。まあ、他にねこのカード使ってらっしゃる方がいたらなんか意見聞かせてもらいたいなと思うんですけど、ちょっとなんか本当に馴染みのあるものじゃなくて、新しいこう未知の世界の感覚的に教えてもらってるっていう感じがします。なんかこのワールドのこの絵が本当にこのデッキを全部あの見守ってるっていうか、そんな感じがするぐらい非常に印象的ですね。ショーアルカナも見ていきましょう。ソードのキングです。これはソードキング、雷になってますね。その次はソードのクイーン。そしてソードのナイト、プリンス。これがねちょっと特徴的ですよね。プリンセスって書いてますけど、まあページのことですね。そしてその次、実はソード10っていうのがこういうカードなんです。あの人間が刺されてるわけじゃなくて、剣でこうね折りなってる絵なんですよね。でその次ソード9、これもなんか女性が泣いてるっていうよりはなんかこうお墓のようなね感じですね。そしてソード8、ちょっとイメージしにくいかもしれませんね。8、そしてソード7、7、ソード6、ちょっと船とかがないから分かりにくいけど、あの同じような意味で捉えます。これもねソード6、そしてソード5、ロスって書いてますけど、でもこっちにはチェンジって書いてますもんね。変わっていくロス。そしてソード4、レスト。あの一言で言うとっていう言葉が書いてあるのがいいですよね。ああソード3、ソロ、ちょっと悲しいねこのカード。そしてこれはピース。こう絵だけ見たらピースって分からないけど、ちょっとこのピースって書いてくれてると分かりやすいですね。そしてエースがエナジーになってます。じゃあその次は、ワンドのキング、イノベーション、ワンドキング。そして、ワンドのクイーン、レフレクション。そしてすごいなんか飛んでるって感じがしますけど、プリンス。そしてプリンセス。これ私すごいなんかへーって感じなんですよ。トランスフォーメーションって書いてあるので、このワンドのページでトランスフォーメーションっていうふうにあまり読まないから、あなんかこう火の要素っていうのはこうワンドのね、あのワンドってこのトカゲも火の精霊ですから、そういう火の要素を用いて今から新しく生まれるとか、そういう意味なのかなって思うんですけど、へーって感じ。そしてその次ワンド10です。
ふんってこれ準備ですね。ワンド9、ワンドに見えないよね、ろうそくだからね。でもプレパレーションって準備。そして、ワンドの8、スピード、まあ、これ速いカードですからね。その次がワンドの7、なんて書いてるんでしょう、わかんない。燃えてますけどね、なんか不思議ですね。 これもこう他からやいやい言われてる、こっちもやいやい言われてる、でも一人でなんとか切り抜けてる。まあ似てますけどね。ちょっと後で調べますねこれ。でその次が、ワンド6、これビクトリー。そしてワンドの5、何これは、エンデバー。そしてワンドの4、安定してる感じですね。そしてワンドの3、なんかこう小アルカナは結構数字がねいっぱい書いてあって、一言イメージみたいなのがこう書いてあるから、そこだけ読んでイメージする方がつながりやすいかもしれないですね、このカードは。そしてワンドの2、そしてワンドの1、面白い。同じなんかエースでも全然違うよね。では次行きましょう、その次はカップのキング、インスピレーション。すごい、椅子が魚です。そして、カップクイーン、ちょっとこのカップクイーン怖いですけど、あの本来すごく綺麗な人が描かれてるんでね、なんとも言えない、すっごい霊感のある人っぽいように見えますけどね。その次プリンス、あのナイトのカップですね、クリエイティビティ。そしてプリンセスの、カップのページが、エボリューションなのね、はい。そしてその次カップ10、カップ10サクセス、カップ9。これね、このカップの9のこの絵柄も非常に特徴的ですね。さっきのワールドと同じように、なんかすごく宇宙人っぽい感じがする。そしてカップ8、そしてカップ7、これすごい不思議。なんかトカゲって非常になんかこういろんなものに化けるっていうかね、色も変わるし、すごく意味深いですよね。それが7に出てくるっていうのがね。そしてその次カップ6、カップ6サティスファクションなんですね。そしてカップ5デグレット、後悔。そしてカップ4、カップ3、あんまり嬉しそうに見えないけど一応ここに書いてますからね、ジョイってね。そしてカップ2、これは向き合ってるカードですね。これもなんかやっぱりちょっと宇宙人っぽいな。そしてカップエース、綺麗、ビューティー、綺麗ですよねこのカップ。カップに羽がついてる。そしてその次、今度はペンタクルスのキング、ペンタクルスのクイーン、ナーチャーって書いてるけど、そういうね、お世話する人みたいな意味なんですね。その次プリンスのペンタクルス、このペンタクルスの、これはナイトですからね。そしてその次、これがページのペンタクルス、プリンセス、
って書いてますけど、ちょっとこの辺は慣れないとねイメージしにくいかな。そして、その次がペンタクスの10、プロスペリティ、ペンタクスの9、なんかこっちの方が豊かな感じしますね。その次ペンタクルスの8、頑張って作ってるって感じ。ペンタクルスの7、ディレイ、7って不思議なカードですよね。その次ペンタクスの6、ウェルビーイング、そしてペンタクスの5、アダプション、アダプテーション、そしてペンタクスの4、オーダー、ペンタクルスの3、3がゲインっていうのがいいですね、はい、そしてペンタクルスの2、ユニティ、ペンタクルス1、ウェルスということでした。いかがでしたでしょうか。またなんかそういうカードがあればね、ちょっと一緒に見てみたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。